ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。第三次世界大戦はやっぱり起きるのかしら？いきなり何を聞くかと思ったら、第三次世界大戦に関してとは驚いたぜ。近頃は戦争も続いているし、東アジアでも軍事的な動きが目立つでしょ。ひょっとしたら世界は、再びかつての第二次世界大戦のような世界大戦へと向かってるように、思えてならないわ。確かに霊夢が言いたいこともわかるけど、これまで何度となく、第三次世界大戦になる寸前まで緊張が高まったことはあるぜ。その都度、寸前のところで回避してきたから、今日を私たちはこうして迎えられている。例えば、キューバ危機については霊夢も知っているだろう。核戦争一歩手前だった事件ね。キューバに、ソ連がミサイル基地を建設しようとしたことに始まった危機だぜ。あの時も、ソ連の原潜はアメリカへの攻撃を基としていたんだぜ。確か、一人のソ連士官が攻撃を反対したから、最悪の事態を免れたって話ね。そうなんだぜ。その人の反対がなかったら今頃どんな世界に、なっているのか、全くわからない。ただ、霊夢が言う第三次世界大戦は今のところ避けられてきたんだぜ。でも、今後も避けられるとは限らないのよね。そこで、今回はこんな話を持ってきたぜ。第三次世界大戦に関する予言だぜ。やっぱり第三次世界大戦を予言している人がいるのね。なので、今回は第三次世界大戦に関して予言していると言われている。ファティマ第三の予言に関して話すぜ。わかったわ。ゆっくりしていってね。ファティマの予言とは、1916年春頃に、ポルトガルのファティマという町に現れた若者によって、なされた予言のことなんだぜ。結構古い話なのね。そうだな、およそ100年くらい前の話なんだ。1916年というなら第一次世界大戦の頃ね。そうだぜ、実はこの予言の中にも第一次世界大戦のことが出てくるんだ。もう少し詳しく話していくから、よく聞いてくれ。1916年春頃に、ルシア、フランシスコ、ジャシンタの3人の子供たちの前に平和の天使を名乗る。若者が現れて、祈りの言葉と額が血につくように身をかがめる祈り方を教えたぜ。ファティマに住んでいる子供たちの前にまず現れたのね。そして1917年5月13日に、この子供たちの前に聖母マリアが現れて、毎月13日に同じ場所へ、会いに来るように言ったぜ。子供たちと約束をしたってことね。そこから毎月13日には、子供たちは様々な妨害を乗り越えてこの場所を目指すことになる。そして、そこで予言を聞くことになるんだ。毎月13日にその場所に行かないと教えてくれないのね。そして、そこでなされた予言を後世の我々はファティマの予言、と呼んでいるわけなんだぜ。100年前に行われた予言だけど、今もこうしてマリサが紹介しようとしていることを考えると、現在の私たちにも関係があることなのね。そういうことなんだぜ。ファティマの予言には主に3つの予言があると言われている。まずは第一の予言から話してみるぜ。ファティマの第一の予言は、1917年7月13日に、先ほどの子供たちに伝えられたぜ。どんな内容だったのかしら？簡潔に言うならば、死後の世界には地獄が存在するって話なんだぜ。多くの人々が罪な生活、傾向によって死後、地獄へ導かれていて、肉欲や傲慢など現世的な罪から改心しないままでいることにより、人は死後永遠の地獄へと行く、と言われているぜ。これは予言というよりは教えに近い感じよね。まあ時代背景を考えると、地獄があるというのを予言しているとも言えると思うぜ。キリスト教においては亡くなった後に天国へ行けるかどうかが重要なわけだからな。そもそも地獄があるのかないのか、はっきりと語られたことに意味があると思うぜ。なるほど、当時の人にとっては重要な話題だったわけね。ちなみにこの予言を行った際には、子供たちに地獄のビジョンを見せたと言われているぜ。彼らはあまりに恐ろしい光景に戦慄したそうだ。どんな光景だったかは、とても伝えられるようなものじゃなかったのかもしれないわね。ちなみに地獄は神話ではなく実在し、そこは全ての人が亡くなった後に、行く可能性があるところで、もし行ってしまったら二度とは戻れないそうだぜ。怖いわねー。私も地獄にだけは落ちたくないものね。第二の予言は大戦争の終焉と勃発だぜ。どんな予言なのかしらね。かなり興味深い予言がなされているぜ。予言にはこうあるぜ。第一次世界大戦は間もなく終わる。しかし人々が生活を改め、罪を悔い改めないなら、さらに大きな戦争が起き、たくさんの人が死に、そしてその多くが地獄に落ちてしまう。その前兆として、ヨーロッパに不気味な光が見えるだろうとあったぜ。そういえば、この予言がなされたのは第一次世界大戦中の話だったわね。戦争が終わるという予言は人々に希望を与えたでしょうね。まあ確かに。第一次世界大戦はこの後1年以上後に終戦を迎えたけれど、当時においては、人類史上最悪の被害を出した戦争となったぜ。確かに、人類が経験した最初の世界大戦だったわね。
人々が生活を改めて罪を悔い改めないならば、また戦争が起きると言っているんだぜ。あれ、でもこれって第二次世界大戦のことなんじゃないの？よく気づいたな、霊夢。その通りなんだぜ。実は第二次世界大戦が始まる前には、ヨーロッパで大規模なオーロラが観測されたぜ。あ、不気味な光ってそれのことなんじゃ。まあそう考えてもおかしくはないよな。そして悲しいことにその後、ヨーロッパは地獄を見ることになったわけだ。ということは、このファティマの予言は的中したと言えるってことね。1917年時点で、1939年に起きた第二次世界大戦を予言したわけだからすごいことだよな。でも予言の内容を考えるなら、人々は悔い改めることはなかったってことになるわね。確かにそういうことになるな。ここで何がその罪に当たるのかを私が断言できるわけではないが、第二次世界大戦前の世界に、罪深い行いがなかったわけじゃないのは確かだぜ。第一次世界大戦後に敗戦国であったドイツを、いかに戦勝国が扱ったかを考えてみると、罪深い行いとも言えるわね。結果として、それが第二次世界大戦の原因の一つとも言われているわね。もちろんそれもあるかもしれないが、そのドイツがユダヤ人に行った行いも、罪深いものに違いないぜ。もしかしたら、ファティマの予言はその全ての罪を言っていたのかもしれないわね。人類が罪深い行いばかりをして、悔い改めないと戦争が起きるって警告だったわけだし。そして次が今回の本題となる第三の予言だぜ。いよいよ第三の予言ね。実は、この第三の予言は他とは違う経緯を経ているから、その辺を詳しく話すことにするぜ。わかったわ。最初に、この予言はファティマの子供たち3人が聞いたものだと説明したよな。確かにそうだったわね。この子供たちは、この聖母に自分たちが天国に行けるかどうかを聞いているんだ。確かに恐ろしい地獄の様子を見せられたら、聞きたくなるのもうなずけるわね。そして聖母には、3人とも天国に行くことができると言われたんだぜ。よかったわね。子供たちも安心したでしょうね。いや、そんなにこれは喜ばしいことではないんだ。聖母は、ルシア、フランシスコ、ジャシンタの3人の中で、フランシスコとジャシンタは、近々天国に行けると言っているんだぜ。それってもうすぐ亡くなってしまうってことじゃない。そうなんだぜ。そしてルシアは天国に行くのはもう少し先だとも言っているんだ。それで、結局どうなったの？予言通りになったぜ。フランシスコとジャシンタはスペイン風邪が原因で、その後数年の間に亡くなってしまったぜ。かわいそうに、やっぱり憎きは流行り病ね。確かに。いつの時代も流行り病だけは許せないよな。私たちも散々苦しめられたわね。話を戻すけど、ファティマの予言を直接聞いていて知っている人物は、ルシアだけになったということだ。そして第三の予言は、1960年まで公開しないように言われていたんだぜ。聖母に口止めされていたのね。そしてこのルシアという子供は、その予言をあるところだけには伝えたと言われているぜ。ローマ教皇とかかしら？まあそういうことになるぜ。教皇庁にはこの予言の中身を伝えたと言われているぜ。ただ1960年を過ぎても、教皇庁はファティマ第三の予言を公開しなかったぜ。どうして秘匿したのかしら？そこは聖母の言いつけを守って、1960年に公開した方がいいと思うわね。結局、2000年になってからこの予言は公表されたぜ。40年近くも秘密にされてきたのね。それでどんな内容だったのか気になるわね。教皇が暗殺される危機を警告したものだと発表されたぜ。なるほど、それなら確かに公表されないわね。だがな、いろいろな理由でこの発表は疑問視されているぜ。まず第一に、他の予言と比べるとあまりにスケールが小さすぎる点が挙げられる。確かにそうよね。前の予言は地獄の実在と世界大戦を予言したものだったわね。教皇の暗殺というのも大事件だけど、他の予言ほどのスケールではない気がするわね。ちなみに1981年5月13日には、確かに教皇暗殺事件が起きているんだが、発表された予言とは、あまりに食い違っているんだ。それだからこれには二つの可能性が言われているぜ。一つは発表された予言はファティマの予言ではなく、後で発表用に作られたものとする可能性。もう一つが発表された予言は全体のごく一部であり、本当は他の予言があるという可能性。この二つの可能性があると言われているんだ。つまりどっちの可能性にしても、結局のところ、予言自体が全て公開されていないってことね。よほどすごいことが予言されているのかもしれないわね。もし発表されたら、世界を揺るがしてパニックになるようなものかもしれないわね。そこで多くの人が、この第三の予言に関する予測を行っているんだ。次はそれを紹介してみようと思うぜ。少し怖いけれど、やっぱり聞きたいわね。やはり根強く言われているのは、第三の予言は第三次世界大戦を予言しているって説だぜ。第二の予言が戦争に関することだったから、確かにそう考えても自然よね。よくこの説には核戦争も同時に起こるとするものがあるぜ。
まあ第三次世界大戦はおそらく核兵器を使った破滅的な戦争になる可能性も大いにあるから、全くおかしな話というわけじゃないぜ。私も第三の予言は未来に起こる戦争、つまりは第三次世界大戦に関する予言だと思うわね。だからこそ秘密にされているんじゃないかしら。もしそれが知れ渡ったら世界中が大混乱になると思うわ。確かに多くの予言が的中した。このファティマの予言にそんなことがあったとしたら世界中の混乱は避けられないだろうな。私はこうも考えているんだぜ。ファティマの予言は最初に地獄の様子を子供たちにビジョンとして見せているよな。確かに最初の予言は地獄の様子を見せて、それが本当にあることを印象付けたわね。そして次が第二の予言として、二つの戦争に関して予言していたよな。第二次世界大戦に関しては明言されているわけじゃないけど、おそらく間違いないわね。最初に見せた地獄のビジョンというのは、第三次世界大戦が起こった未来だったと思うんだぜ。なるほどね、三度目の戦争を起こしてしまうと、この世に地獄ができるってことね。最初に地獄を見せて戦争を予言して、罪を悔い改めるように言った。そして、それでも三度目の戦争を起こしてしまった愚かな人類によって、世界がこれまでにないような、救いようがない地獄になってしまうってことが、第三の予言なんじゃないかと思うぜ。これは、あくまで私の想像だからそこは注意してくれ。でもマリサの考えは、意外と間違ってないかもしれないわよ。第三次世界大戦がもし起きたら、世界は地獄になるのは間違いないと思うわ。第一次や第二次世界大戦の何倍もの人命が失われると思うし、最悪人類という文明ごと滅亡する可能性すらあるわね。そう言われると、確かにその後の世界は地獄そのものだぜ。結局、第三の予言はずっと秘密のままでもいいのかもしれないわね。わからないからこそ、私たちへの戒めになっている部分もあるように思うわね。確かにそうだな。わからないからこそ、この世が地獄にならないようにしなきゃな。人類史をどう振り返っても、戦争というのを起こすのはいつだって人類なのよね。当たり前の話なんだけど、時にそれがすごく虚しく思えるわね。そういった私たち人類の罪が悔い改められる日は、いつになるんだろうな。でもいつかは、それを乗り越えた時代が来る可能性も私は信じていたいものだぜ。第三の予言がそういうのだったらいいわね。確かにそれもそうだな。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。